あ、大丈夫です。じゃあちょっとしたね。あ、パパイヤフィルムズ。パパイヤフィルムズさんですね。はい、アウトドアキャンプチャンネルです。はい。あ、で、あ、僕はミキボーイ。ミキボーイ。はい。はい、僕もキャンプチャン、アウトドアキャンプチャンですね。はい、おお、すごいですね。このもこの一角にこの3人のユーチューバーがいるってすごいですね。このわずかに奇遇ですね。奇遇ですね。狭い空間にね。でここのね、火災キャンプでもすごい有名なキャンプじゃないですか。 YouTuber がよく来てますね。はい、まず、今日自分のちょっとこれ自慢のお気に入りのギアをちょっとなんか一つ見せてもらいたいんですけど。じゃあ、ありがとうございます。このポケのキューバスシールなんですけど、まあ、今結構サビサビなんですけど、カーボンですね。はい、カーボンなんですよ。まあ、最初買った時カーボンとステンレスってあるって知らなくて、で、あるもん買うて、なんでこれをお気に入りかって言ったら、これ娘が誕生日に買うてくれた、初めて買ってくれたやつなんで、まあ使いにくいけど大事に使ってる一番のお気に入りのおうちやつ。あ、はい、すごいストーリーが。そうなんですよ。そうです、物にストーリーが。使いにくいけど無理やり使ってるけど、まあ娘くれたからみたいなで一生使い続けていこうかなっていう感じの。あ、いいですね。はい、ないな。しっかり研いでいってね。そうですね。まあもちろん家帰ったら綺麗に。あ、やる感じですね。素晴らしい。はい、パパイヤさん、パパイヤさん、はい、好きなギアはもうハルストですね。ハルストのこういうセットですね。あ、もうこじまりして、やっぱ四季問わず安定した火力を出せるっていうのが、やっぱガスとかでしたら寒かったり、はい、その山のね、こことかで気圧のあれで出なかったりとかっていう不具合があるんで、はい、でもハルストはまあこじまりですけども、やっぱり安定した火力出して、まあ、そこそこのお料理を楽しめるから、まあまあいいかなと思って。ああ、で、まあまあ僕はそうですね、アルストを主に、ね、主にヘビーローテーション最近はやってますね。ずっと。ああ、本当ですか。はい、ありがとうございます。ですね、量が結構入るやつ買うたんで、前のちょっと傘浅かったんで、はい、すぐに継ぎ足したりとかしてたんですけど、まあこれ満タン入れたら2回分ぐらいのお料理は全然これでいけるんで、これもう自作で作ったの、はい、削って、はい、これがだったら燃料入れのボトル。あ、ウコンの力ですか。そうですね、汚く、ね、ね、まだ全然このコーティングしてないけど、かっこいいじゃないですか、この感じが。武骨な感じが、武骨な感じがね。いや、もうあけはもうウコンの力ドンピシャでしたね、ほんまに。でこれがちょうど100入るんでね、はい、これでまあ満タンぐらい、満タンぐらい、あ、そういう工夫をされてるってことですね。そうですね。あ、これもティッシュもおしゃれですね。これね、なかなか、ね、こんな感じですかね。あ、わかりました。でこれが焚き火台とピコグリルと、そうですね、ピコグリルと、サンキューが、はい、だからもう最低限、まあ、これぐらいあれば、もっと減らしたいんですけどね、なかなかここからが難しいなっていう。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあこの、じゃあこちら、じゃあこちらのお兄さんから、はい、のオリジナルギアですね。そうですね、はい、アイアンラックですね。もう片付けるとこなんで、ほんま不格好なとこなんですけど。いや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 、これがキャンプのリアルですよ。こういうキャンプのリアル大事なんでね。あ、これがお気に入りってことですね。そうですね、はい、ありがとうございます。作ったばっかで、ちょっと今からいろいろと変化加えていこうかな。ああ、なるほど、楽しみですね。そうですね、こっちね、アイアンラックみたいな感じで作ろうと思ったら、はい、あんまり技術がなかったもんで。いやいや、でもかっこいいじゃないですか。あ、これ埋め込んでってことですね。そうですね、あ、カドリ線香も、男子2人組のなんかお気に入りのギアをちょっとね、見せていただきたいんですけど。あ、これどこのやつですか。どこやろう、中古製かな。中古製ですか。でも軽そうですね。そう、折りたためるんで、便利そうやろって使ってるんですよ。持ち運びは楽ですね。そうですね、周りに灰が飛んじゃうんで、それだけ気をつければ。あ、なるほどですね。コットどこのやつですか。コットこれ、はい、これも中華製のやつ、はい、中華製のやつです。そう、でも買わない方がいい、すぐフレーム歪むんで。あ、なるほど、なるほど。あ、これ貴重な情報ですね、ありがとうございます。へえー、買わない方がいいね。このメンズキャンパー2人組のね、はい、お気に入りのギアを、はい、あ、いや、まあ、大丈夫です。これね、これ、あ、これいいじゃないですか、これ。え、これどうやって曲げたんですか。
力づく。あ、力づくで曲げるんですか。かっこいいですね、なんかこの武骨な感じが。これこう、あ、こうやって曲げたらこう引っかかるってことですか。高さを自由に調整できるんですか。調整できる予定なんですけど、ちょっともうちょっと R が引っかかったんで、ね、今いけるんですね。あ、なるほどですね。あ、これキーをやって高さを調整する。あ、これいい感じですね。いいですね、この自家製のこれは、はい、建築用の鉄筋コンクリートを使う建物、この棒を溶接してこういう風なテーブルにしたそうです。あ、テーブルですか。あ、かっこいいですね。これ値段安いんですよね、この建築用の棒材なんで。あ、そうですよね。ホームセンターでこういうやつを溶接してこんな感じです。めっちゃいいじゃないですか。ここになんか鍋とか置いてるそうですか。あ、鍋とか置くんですね。ごとくにも使います。ここにコーヒーを置いて。あ、なるほどですね。広がりますね、手作り。